あ、2枚目やばいやばい、見て見て見て、ここどうですか？ということで、本日もレゴフォートナイトをやっていくんですけども、本日はいつもと打って変わって新しい企画をね、始めていきたいと思います。その名も、帝国を作るために視聴者の村を見て勉強しよう。今回ですね、視聴者の皆様から集めましたレゴの村をね、動画で見ていって、それをね、自分の建築にもね、活かしていけたらなと思います。ツイッターもね、こんな感じで概要欄にね、貼ってありますので、まだフォローしてないよって方はね、ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。はい、なんとですね、はい、見てくださいと、フォートナイト公式にフォローされた男ということで、ぜひね、皆さんフォローよろしくお願いいたします。そしてね、皆さんの村をね、僕に見せたいときはね、こちらのハッシュタグアフロ先輩見てくれ頼むをね、つけてくださると見つけやすいですね。よろしくお願いいたします。ということで、早速見ていきましょう。はい、ということで、まず1人目、大ちゃんさんですね。見ていきましょう。レゴフォートナイト、資材集め2日かけて巨大帆船作りました。建築物の船かぶり申し訳ありません、ということで見ていきましょう。はい、やばくない？これ見て、これすごいよ。この帆船のさ、帆を屋根で再現してるのがめちゃくちゃすごい。これやばくない？天才アイディアな気がするんだけど、とんでもない作品ですね。めっちゃすごい。木で全部できてて、この辺とかも、細け、めちゃくちゃ細かいね、これ。資材集めって書いてるから、これサバイバルで作ってるよ。これやばいって。大ちゃんさん、とんでもないものを作ってきたよ。いきなり視聴者レベルマックスなんだけど、いや、これはね、やってます。これはやりすぎ。いい意味でね。いい意味でやりすぎ。でね、こういう風にタグつけて送ってくれたらね、サブアカもしくはメインアカウントでね、見に行ってリプしに行くので、いいねも押しに行くんでね、ぜひ皆さんご応募のほどお待ちしております。ちょっと2枚目見ていきましょうか。はい、ということで、こっから見たら、うわー、いいね、なんか。かっこいいな、本当に。よく作ったな、本当に。すごいな。こうやって見ると、またまた違う感じで見えると。すごいね。この先頭にね、ラマがあるのがね、いいですよね。かっこいい。僕もこんな建築したいなと思わされましたね。素晴らしい、ということでありがとうございました。さあ、ということで、続いて見ていくのはノブさんですかね。見ていきましょう。浜辺の村完成。この船だけで建築上限に達した。なので、この村はエリア2つ分あります、ということで見ていきましょう。ちょっと待ってくれよ、なーす、すごくね、マジでやばい。これとんでもないよ。めちゃくちゃでかい船と、そして村がなんか海の上に広がっていますね。やばくない？これめちゃくちゃすごいんだけど、本当にすごい。タワーもあるしね。やばいよこれ。俺の視聴者の人、すごい人しかいない？もしかして。やばいよ本当に。この辺とかも全部おしゃれだし、これテンプレじゃないでしょ。めっちゃおしゃれだもん。天才だよ、天才ボーイだと。いや、マジですごいな。2枚目いきましょう。あ、昼見るとこんな感じと。やばいね、マジで。ここ見て、これでかすぎでしょ。てか、一個一個全部でっきいんだけど、建物がすべてでかい。そして船が一番でかい。これやばくね？これをね、ぜひ皆さんもね、参考にしていきましょうと。僕もね、参考にします。とんでもないことをしてますね。ありがとうございます。ということで、続いていきましょう。はい、ということで、続いて見ていきましょう。ダブル S さんですね。俺のブラジャーごちゃごちゃだけど使い勝手はいいよ、ということで動画でね、送られてきましたね。早速じゃあ見ていきましょう。お、すごい、なんか編集されてる。めちゃめちゃ編集されてる。これ東京タワーらしい。ぐちゃぐちゃ倉庫、ベッドと倉庫、すごい、めちゃくちゃいっぱいあるね。いいね。倉庫になる予定の家、倉庫だらけじゃん。めちゃくちゃ倉庫いっぱいあるじゃない。で、ここも家なんだ。友達の倉庫、え、すごいね。いいね。マルチプレイやってんのかな。なんかエレベーターあるよ。ゴミ箱、これゴミ箱なんだ。ちゃんと機能するゴミ箱がね、あると。そしてここがユーティリティ置き場と。いいね。なるほどなるほど、いいね。で、この WS さんね、いろんな動画を送ってきてくれてて、家のやつちょっと見ようかな。これも見ていきましょうと。これがめっちゃでかい。友達の家、友達の家らしい。これがでか、友達の家、超豪邸に住んでる。チェストありすぎじゃね。超チェストいっぱいある。すごい、スケルトン入ってきてるけど大丈夫これ。 WS さんの屋根裏畑とかあんの、やばくね。すごいね、屋根裏畑なんていうアイディアあるんだ。思いつかなかったね。ありがとうございます。ということで、以上 WS さんでございました。さあ、続いてギガンティックナマコさんですね。見ていきましょう。サバイバルじゃないですが、ということで画像送ってくださいました。うでけえ。でけえ、マジででかい、すごいな。どうなってんだこれ。1階2階3階4階5階みたいな、5階建て、すごいよマジで。すごいな。ここがベランダってことかな。なるほどね。めっちゃめっちゃいいじゃんね、こんなんで。奥にちょっと光ってる感じもありまして、いや素晴らしいと。これはなかなかね、大変でしょうこれ作るのも。あっちにもね、なんかあるしね。
ちゃくちゃでかい建物があります。しかもこれポイント高いのがね、水上に立ってるってことだよね。水上におしゃ建物立ってんの結構すごくない？俺も水上に建てたいな。いいな、水上おしゃれですね。ちょっと水上のアイディアをねいただいたということでありがとうございます。はい、ということで戻ってまいりました。ノブさんですね。また見ていきましょう。バグと戦いながら城を作りました。見ていきましょうやばすぎでしょマジで。どうなどえマジででかいね。しかもこれも水上のお城と、めちゃくちゃでかいよ本当に。これもだからサバイバルってことだよね。浮いてないからやばいって。やばいやばいやばい。全部あのプレゼントパークのあれで作ってんだの素材でね。やばくね、マジででかいんだけど。でかすぎないこう何階だってこれ。1,2,3,4,5,6,7,8 でここにもあるでしょ。でも9とか10とかでしょ。で11層ぐらいあるよねこのお城。やばくね、おしゃれすぎるしこの辺とか。やばい、マジですごいんだけど。これ相当大変じゃない、作るの。マジですごいよね。本当にすごいってこのことなんだね。レゴガチ勢現るですねこれは。続いて見ていきましょう。でっかいでかいって、マジででかいやん。1,2,3,4,5 ちゃんと50の塔もねありまして、はあ、ちょっと待ってこれやばい、めまいしてきた。やばい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 。セキュリティバッチリでこのクソでかい城があると。こう上から見るとこんな感じ。やっば、これもだから5階建てってこと ?1,2,3,4,5 が2つで一番下もあるから6階建てこれ。しかも横にねこう分岐してる感じがねおしゃれですね。よくうまくこれ接続できたな、この違和感のない感じにさ仕上げるの。結構難しいと思うんだけどさ、何の違和感もないじゃん。ちゃんとめちゃめちゃ計算して作ったってことになるのかな。マジですごくない？あーめまいが。また天才が現れてしまったということで、ノブさんまた片鱗が見えましたね。ありがとうございます。ということで続いて見ていきましょう。エムッチさん、直撮りですが街を作ってみました、見てくださいということで見ていきましょう。直撮りということなんですけども、できるだけね画面録画とかスクショで送ってくれると嬉しいですけれども、それが難しい方はね直撮りでも大丈夫です。ということで見ていきましょう。これはクリエイティブかな。おーすごくない？待って待って待って、すごいよ、すごい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 、すごいすごいすごい、めっめっちゃおしゃれな街並みになってんだけど、一個一個これね屋根とかすごくない？これどうやって作ってんの？すごいなこれ。すごい、すごいすごいすごい。中もねこうちゃんとあって照明も焚いててね、めちゃめちゃおしゃれ。道がおしゃれだねこれ、すごいね。街灯もちゃんと置いてあって白く舗装してあってね、木も生えてて、いいね、いい街だ。めちゃくちゃ素敵な街ですね。いいね、シンプルな家がいっぱいあるけどそれがまたいいと。いいね、素晴らしいですね。俺の視聴者の人センスある人多くないか、多くないか。うわめっちゃすごいよこの屋根とか、めちゃくちゃ大変でしょこれ作るの。すごい、ありがとうございました。はい、ということでまた戻ってまいりました。フォートナイトレゴで遊園地作ってみたということで見ていきましょう。やばいやばい、マジですごいんだけど天才じゃんもう。すごい、これメリーゴーランドってことだもんね。すごくねマジで。このスラスターで動かしてんだね。でタイヤを敷くことによって安定してこう回り続けるっていうのがねできるんだ。うわーすごい、これはこれはすごいぞマジで。みんなメリーゴーランドこれ参考にして作ったらだいぶいいもんができるんじゃないかと。マジすごいねこれ。じゃあ2枚目いきましょう。うわーなんだなんだこれ、こういうのあるよね、なんか遊園地にこういうのあるよね。なんていうのこれ、でもすごいなマジで、マジですごいんだけど。すごいところの騒ぎじゃないけどこれ、どうやってんのこれ。この辺とかどうなってんだろうね。もう天才でございますこの人は。大ちゃんさんやばいねマジで、マジでクオリティ高すぎる全部。3枚目いきましょう。やばい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 、観覧車できてるって。観覧車も作れるの大ちゃんさんは、マジで迫力満点ですね。でこれも作れるってやばいね、壊れないんだね。ほんでこんだけ回ってね、すごいね、発明家ですね、めちゃめちゃすごいですね。そして続いてパート2もあったのでね見ていきましょう。これやばこバイキングでしょ、バイキングも作ってんだ、えぐいと。もうバイキング作り出したよマジ遊園地作れるやん、本当に本物の遊園地になるよそろそろ。さあ2枚目、やばいやばい、見て見て見て、やばすぎる。待って、えやばくね、えやばい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 、遊園地めちゃめちゃ広がってんだけど、本当にすごいよマジで、本当にすごいじゃん。ここにもおしゃれな建物あるし、なんかこれやばくね、どんだけかかったの作るのや
やばいって、これさ、さっきの感じからいくと、だってこれサバイバルでしょ。ちょっと待って、これマジで言ってる、これ、これとんでもないですけど、これ、やばない。おしゃれすぎない？マジで天才だな、すごい。俺もちょっと滝になんか作りたいな。ということで大ちゃんさん、ありがとうございました。めっちゃすごかった、マジで。はい、ということでね、今回はですね、いつもとは打って変わって視聴者の皆さんからね、いただいた村をね、紹介していきました。めちゃくちゃすごかったね、本当に。とんでもない、みんな本当にセンスの塊、一人残らずね、センスの塊だったと。マジですごいんで、ぜひ皆さんもね、どんな村でもね全然いいので、アフロ先輩見てくれ頼むで X でね、投稿お待ちしております。このね、アカウントをね、メンションしていただけると見逃すことが少なくなるかなと思うので、ハッシュタグとメンションどちらもしてくださるとね、わかりやすいかと思います。はい、ということで今回のこの動画、いいな、面白いな、視聴者すごって思った方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメント通知音よろしくお願いいたします。クリエイターサポート AFR もね、ほらこちらに書いてありますよね、よろしくお願いいたします。ということで、また次回のレゴフォートナイトでお会いいたしましょう。またねー。